ャーズのマサイです。おとき、シルク、ダオン、ダホ。こちら大きなお風呂場に来てます。やったー。バスボムを使った企画が何回かあったんですけど、はい、結構やってきたよね、そう、シャーズ。なんかシリーズ化してるよね。うん、シリーズ化してるの前か。でもう映ってるんですけど、うん、こちらを使ってね、またその企画をやりたいと思います。うわ、ついに。これちょっと紹介しましょうか。あ、わかりました。はい、あれだよ、うちの通販担当といったらシルクロードだから。もうこれもうシルクロードにこれ説明させたらもうすごいことになっちゃう。アンミカさん超えちゃうよ。マジこれの良さをちょっと教えてほしい。これバスボムなんですけど、はい、バスボムの中からフィギュアが出るんだけど、このフィギュアが200種類あるね。アンミカさん超えてる。嘘をつくな。それに関してはごめん。僕たちフィッシャーズがプロデュースするライフスタイルブランドボテネから発売される第2弾の商品となります。すごいよ、はい、お金組に続きまして、これすごくね、お金組の次の月にもこれ言ってる。確かに、そう、確かに早いよね。早いですね。早いね。そう、今回はお風呂釣りボムでございます。イエーイ。で、これどういうおもちゃかっていうと、まあ、バスボムなんですよ。お風呂にこれをポチャンと入れると、まあ、いい香りがするんだけど、うん、これがね、香りがね、シャボンだったかな。匂いもね、ちゃんと選んだんだよね。シャボンの香りと、で、水色のね、お湯が楽しめる。うん、で、なんで水色にしたの？お風呂を大海原に例えました。で、これバスボムがね、あの溶けると付属の釣り竿があるんですよ。そうね、うん、それを持ってもらいます、うん、ね、でワクワクって待ってると、うん、バスボムの中から浮きが出てきます。すごいよね、それ。浮きが水面にちゃんって浮くんですよ。それを釣り竿で引っ掛けて釣り上げます。そうするとフィギュアが出てきます。今までになかった遊びだと思うんだよ。技術ですよ。釣り上げた時に何が出てくるかだから、うん、2、3度楽しいみたいな。普通のバスボムで、まあ、お湯を楽しめるじゃん、うん、で、まず釣りを遊べるのよ。フィギュアが何なのかって遊びもできる。1個で会話がすごいね、もう弾むような遊びがね、3つ4つついてる、うん、しかもそのフィギュアも飾れるようになってる。そうなんです。浮きにね、スポってセットでね、しっかりとディスプレイできるようになってるね、うん、こだわりの商品の、ね、そうなんですよ。だからね、お風呂釣りボムって名前なのは、まあ、フィッシャーズだからということで、種類があってね、6種類あるんですけど、うん、そうだね。この中のシークレットっていうのがあるわけよ。わー、シークレットあるんだけど、レアで長靴があるのね。長靴がめっちゃ可愛くて。可愛い。通常さ、釣りで長靴釣れたらおーってなるやつ。なんとフィッシャーズマークが入ってる。ね、はい、長靴だけを集め出す人もいるかもしれない。まあいいね。フィッシャーズマークがついてたその長靴だけなんだ。そうだね。そうそうそう、そう、他はね、魚だから。そう、だからレアなのか。本当に遊び方がいっぱいあるんですけど、まあバスボムとして見てもかなりいいんで、まあ僕たちあの全部ね、香りとかどのやつがいいかなって言ってね、いろいろと見たんですよ。そうだね、こだわりのね、あの第2弾なんですけど、うん、まあ、ちょっとあのおもちゃショーでね、どんなことしたのかっていうと、インタビューとかもされたというね、そうだね、メディアの方いっぱいいてね、そう、視聴者おもちゃショーでの映像まだ残ってるので、ちょっとそのこれ入れさせてもらっていいですか。ああ、じゃ あのこんな感じの様子でしたよっていう。お願いします。本日はよろしくお願いいたします。今回ドテネビックラ卵お風呂釣りボムを皆さんが手掛けるライフスタイルブランドドテネから発売されるということで、20周年を迎えたバンダイのビックラ卵シリーズとのコラボということで、最初このお話を聞いた時はどう思いましたか？びっくりしましたよ。一番のところはさ、バンダイさんだよ。そうなんだよね。小さい頃からずっと知ってるもんね。そうそう、育ってきたバンダイさんと一緒に節目で夢を叶えられたね。え、それではお風呂釣りボムが一体どんな商品なのかというのをぜひ教えていただきたいなというふうに思います。はい、とりあえず入れてみる。じゃあお取りします。はい、お願いします。ラインナップはどうやって決めたんでしょうか。子供がそれこそ好きだろうなっていうところだよね。そうだね。あとなんかテンション上がる魚たち、うん、ちょっと今回は選びました。すごいでしょ。させてもらって、僕らがこれ遊んで、まあ、遊び方をこうね、あのみんなに見てもらって、これ楽しい商品ですよっていうのを発表をね、おもちゃショーでした。ねえ、ありがとうございます。そうそう。で、まあそういうのがね、あったんですけど、はい、グミの次、バスボムっていうね。面白いね。だから、どんでね、何でもするなっていうのが、たぶん伝わったことがいいね。ライフスタイルブランド。そうそうそう。かなりギャップがあるもんね。ね、みんなの生活にね、こうちゃんとね、寄り添った形の商品をね、出したいと。だんだん寒くなってくるときに出るのがいいわ、うん、あ、確かにそうね、これ使いたい時期だからな、うん、ロードシルクのものとかでも
喋ってるし、あの普通にメインチャンネルでも喋ってるんだけど、どうした？いや、すごくこらえたんだけど、ここ抑えると止まるって聞いたんだけど、まああのお風呂の動画をね上げてたのは、もうこういうのも理由ではある、なるほどね。自分のお風呂入ってさ、暇な時あるわけ、銭湯とか好きなんだけど入ってるんだけど、基本ぼーっとしてるわけじゃん。そう、何か考え事するわけ。でも遊べたら一番いいじゃん。で今の子たちってさ、携帯をさお風呂にこうジップロックとかでやったりして、その時間をこれに使ってほしい。全種類見たいし、見たい、見たい。で、まあ、商品の発表でもあるから、ここで、はい、お風呂釣りゴム、うん、全種類出るまで上がれません。俺何の苦でもないんだよ。長野はどうなん？お風呂は長風呂なん？いや俺は湯船で入らん。熱いお湯まとってってムカついてくるね。もうすっげえいい商品なんだけど、長時間入れるかって言われたら分からん。でなんですけど、はい、ちょシークレットだけは皆さんに楽しんでほしいんで、はい、そうですね、出てきてもモザイクになります。あー、そこだけはしょうがないよね。こだわったんだけど、こだわったんですよね。まあ商品名ドテネビックラ卵カップお風呂つり、まあはい、価格がですね638円、あ、全然です。で香りがシャボンの香り、そして発売日10月の14日から順次発売です。よっしゃー、ゆっくりね、あの店頭に並ぶと思います。うん、であの販売場所っていうのがですね、あの全国のドラッグストアなんです。なるほどね。だから本当に皆さんの多分お家の近くのね店頭に並ぶと思いますので、まあ、ちょっとお待ちください。はい、はい、1個が結構大きいんだよね。大きい、かなり大きいんだよ。これ独特タイプなんで、そうそうそう、今回は多分豪快に入れてください。そうだね、楽しみましょう。よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。あーさー、ということで、やっていきましょう。はい、やー、よっしゃー、あげるぞ。せっかく並べたのに。じゃあ皆様、お使いください。うわー、マジかよ、熱っ。これでしょ。じゃあいつも通りタイマーをね、一応オンにしましょうか。ウェイ。じゃあ、スタート。イエーイ。1つ目、お風呂釣りゴム、はい、入れていきましょう。まあこれはね、1個確定だからな。そうそう。それでは1つ目開けていきます。ウィー、開けて中にね、ほら組み立てますね、これ。はい、できた。かわいい、はまった。はい、こちらが釣り竿でございます。イエー、重要ですよ。このフックに引っ掛ける。はい、こちらこれがねバスボムです。ほら、マッソン。でっけ。で、結構サイズあるからね。まあ多分これ通常のお風呂だと十分マッサージになるけど、かなり大きいんで。まあそうね、初回はもしかしたらね。確かにな。まあご家庭のお風呂だったらもう全然あの底が見えないぐらい青く、そう、ね、あ、もういい香りする。うん、やべえ、ワクワクする。それでは一つ目投入。おー、来た来た来た、すごい、もわもわ、足に当たった。あれ、最初は釣りできるの一人だもんね。そうだね、そうだ、うん、結構一個だけでも見えなくね。そうだね。嘘だろ。やっぱ色濃いな。あ、いいね。落ち着くな。フィッシャーズがフィッシングすんのレアなんだよな。そうなんだよ。これ出したことで、あ、釣りの人でしょって言われて、あ、まあそうせずに。そうね。感じは変えてるな。やっぱり。きたー。釣るぞ。いけ。あ、これ結構難しくない？意外とね、いい難易度してるんだよ。この揺れがいいんだよ。きたー。よっしゃー。ナイス。ナイス。いくよ。せーの。でいけー。釣れたよ。こちらマグロでございます。これが一番最初に多分ね考えたフィギュアだと思うんですよ。みんなもマグロ分かりやすいだろうし、うん、一つ目のフィギュアマグロでございます。素晴らしい。これね、また使うんで、はい、取ってきました、はい、これがねレアでもシークレットでもないね。見て、殻めっちゃ綺麗だよ。色が綺麗だよ。そう、このサイズでこのカラーのこのグラデーションとか、まあ、細部にわたる感じだとめっちゃ難しいから作るの。こうやってやるとイエーイ、飾れるようになってます。浮きが大胆になってるんだ。そうそうそう、これをここにこうやって置くと飾れるっていう。素晴らしい。これだからさ、もう一回外してさ浮かべれば釣るのは楽しめる。あ、そういうことだ ね、 もう一回温めますよ。よし、じゃあ2つ目いっちゃおう。はい、2つ目いくぜ。せーの、うわ。今までで1回も一発でストレートで上がったことない。ないな。そうか。いや、まあでもこれ内から出してるあの商品だから、ここでストレートで上がっちゃうとちょっとなんか闇感じちゃう。調整とかしてないから。なるべくここら出てほしいね。いいね。来た。よし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 。さあ、なんだ釣れるか。あ、いや、これ6つ。あらみだ。
なんだそれ。いけ、頑張れ。惜しい。浮きしじみ。やばいね。しじみはないです。浮きしずみ。浮きしじみはそれ泳いでるし。日本語教室みたいになってるやん。どうや。惜しい。それはそれで本も。あー、いった。やるぞ。釣り上げろ。なんだ。よいしょ。これ、なんだ。タイ、カサゴ。もっとワイルドなやつかな。アマゾン似たやつだよ。ピラニア。さて、キラーすごいわ。ピラニアの特徴は下が大きいことです。あー、確かに隠れてんね。ピラニアまでできる。はい、ということでピラニアでした。イエーイ。ピラニアの真似できるって言ったらピラニアでした。完全に被ってた。よいしょ。はい、ピラニア。はい、はい、別で行きますか。はい、オープン。あー、でも3つ目ともなるともう見えなくなってきた。そうだね。いや、このサイズ3つならご家庭1つよね。そうだね、本当にそう。あ、お風呂入ってる時でも修学旅行とかだとこういう時はね、何の話するかって相場は決まってるよね。金の話だ。違う。バイトの話はするけど、部活の話、はい、恋愛の話、はい、大体好きな人の話だけど、うん、ね。あとイベント、お前今年の夏休み何するのって。ああ、違う違う。部活終わりとかだと反省だよね。いや、でも修学旅行ってさ、なんで2日目の夜とかにさ、いいイベントセットしてあるんだろうね。先生の粋な計らいなんだよ。そうだよな。あ、来た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 。もう含有意。さあ、戻ってば、どっちが先にするのか。いいね、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 いいね。普通に難しいだろうね。あ、今惜しかったのに。釣り針でいい気すんの。お互いのメンバーがサインしてない。すみません、確かに。この角度かっこいいマジで。レアじゃない方から綺麗に。そうですね。はい。まだね、レアとかそういうの出てないです。出てない。ここからもしかしたらダブり始めるかもね。行きます。はい。おお、いいね。オッケー。いや、こういうゲームどこにやらしたらすごいってこと見せてる。そうなんだ。絶対邪魔してない。集中系ゲームはね、どこにやらせない方がいいんだよ。勝手に切れるからね。本当にゲームの生配信とかしたらね、多分3秒で延長するぞ。長靴欲しい。いやー、それ欲しいね。今、魚が3種出た。そうだね。もう1匹は、すっごいもう昔からいるって言われてる、うん、幻みたいなやつですね。あー、わかった。やっぱそいつが、出てくるとニュースになるって、そういうレベルかな。特徴は長い体でございます。もう完全に見えないな。いけ。なんかふざけてるレベルで、マジで一発で来た時あるんだ。確かにスカッていく時あるよね。あ、ちょっと成功しないでください。そうそうそう。あ、あー、焦っちゃう。焦るなよ。ちゃんとフックしないとね。難しい。これもしかしたら子供の方が上手な可能性あるね。浮きがね、斜めた時が一番狙える。そうだよ。そう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 。釣りは忍耐ですから。そうそう、我慢ですよ。確かにね、うん、相手に悟られないように釣れるまでがまず我慢だから。あらー、ひょっちぇー。そう、かぶってるー。ピラミアー。2個目ですね。5個目、投入します。優しい。優しい。お前の俺は見てみよう。わからない、やっとこうな。でもなんか時々さ、すげえ器用なとこ見せてくるよね。あ、そう、うん、あれ指先でやっとくやろ。そうだよね。じゃあ行くわ。うん。ふっ、あ、惜しいな、惜しいな。あ、でもいい線いってるわ。まさか多分、じゃあ行くわって一発目で入れようっていう気合はあったので。はぁーい。マグロ。うえぇ、ドドン。ガザあるぜ。はい。やっぱレアとシークレットはそういうことなんだ。そうだね。いや、長靴欲しいな。長靴は欲しいね、さすがに。ちょっと、うん、あのさ、すごいよね、あのお金組の
人気、ね、ありがたい。だってツイッターでももうずっとトレンドやってたもんね。そうだね、3日ずっとトレンド見ていたりとか、海好きな人とかも結構絶賛してくれて、ね、そう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 、ね、ご協力起きた来た、いまーす。多分メンバーの中だって一番リアルでも釣りうまいと思う。はい、おーおー、いやでもマグロでした。マグロは食べる目的だったら本来一番嬉しいから。ダブってるけど、魚ダブっても何も思わない。まあ、可愛い。むしろ増えていっぱいいると見たい。水族館作りたい、ね、水槽を買ってさ、なんかジオラマみたいにしそう。やりたい。湯船の温度関係ないけど、5人で入ってるとちょっと熱く感じる。あ、そうね、まあ、熱いから熱苦しいかも。体の付けって大事ですからね。一番仲良くなるじゃん。覚えてるかな、コラボとか慣れてない時にさ、東海と一緒に風呂入ったの。おお、そう、やっぱああいうのあると急に仲良くなるじゃん。ねえ、うん、柴鉄と一緒に4人で、そうそうそう、湯船ぎゅうぎゅうになって入ったの。ぎゅうぎゅうになったことあるんだけど、東海ハウスね。そうそう、泊まったからこそなんだけど、君たちと一緒にね、あの風呂入った。ああ、入った入った。そうそうそう、結構ね、やっぱ風呂入るとその後とかその次の日から急にね、動画の波長があったりするんだよ。行っちゃっていいですか。いいよ、よーさあ、あー、あの慌てると逃げられるっていうね。お、さあ、よし、これは確定です。こっからだよ、こっから。なんだ、なんでしょう。せーの、うわー、すごい、ピラニア3匹目。今のところ3種類しか出てないね。おレアはちゃんとレアだ。そうだね、いいね。3、2、1なんかリアルの釣りもさ、やってみたいなと思うんだけど、いざやろうとすると何用意すればいいんだろうってなるじゃん。ああ、物多いよね。割となんか必要なもの多いイメージがあって、場所によって竿を変えたりとかあるからね。難しいんだよね、意外と。まあ難しいね。だからやってる人と行くのが一番早いから。うんうんうん、それこそうちの田舎に行くとか。ああ、いいな。確かに撮影でならいけるかもな。ね、いや、 YouTube の職業的にさ、丸一日何か楽しむってなかなか難しい。長い、長い、投げてもう放ってくるわけ。その時間に編集なんかしたら、多分3回ぐらい逃すから、ね。釣りゴルフやってみたいけどさ、うん、結構時間食うし、こっちで。スタート。さあ。はい。うめえうめえ。おわ。マラサメ。よくこんな海で生き残ったな、このマグロ。思ったんだけどさ、ピラニアって海じゃないよ。そうだ、これ川です。川です。これ川です。そうだね。シークレットはさ、当然見せられないんだけど、うん、とは言いつつ今日出さなきゃいけないじゃん、うん、レアも出てないのにシークレット出る気配がない、ね、ない、相当難しそう、潜んでるよ。逆に今こういう倍率だからシークレットコントロールする人はめちゃくちゃすごいことね。狙い目ですね。でも真剣に見ちゃうな。おしゃー、おピラニア出ちゃったよ。またピラニアだ。これでめでたく10個目ですね。自然素材だ。ほんとだね。ちょっ、大体レッツゴー、いけ、釣れ、最速タイム、いけるか。ゴー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 。お前なんだよ、その首振り。いや、でもこれはあるやつ、これいけやすい、いいやつ。なんか見たことない、顔が。これはね、相当いけてる。でやー、確かに見たことない形だったもんね。お、来ました、長靴。フィッシャーズマーク入ってんの、レアよこれ。ついに出たね。最初このフィッシャーのマークをこういうのにしたいなと思ったんだけど、長靴出てきて、なんだよ長靴かよと思ったらフィッシャーズマーク入ってもテンション上がるかも。なんかそもそも釣りのプレイ地点長靴入れたいんだよ。そう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 、ハズレだけど当たるみたいな。そうか、ね、なんか損した気分ならないし、ね、長靴で、いやー、これついに。でもさ、俺らやっぱ10個ぐらい釣ってたじゃん、うん、浮きの傾き方でいつもと違うなって気づきあったね、うん、じゃあボーナスタイム、2つ入れましょう、ね、レディーゴー。じゃあシルクタイム釣り勝負、レディーゴー。はい、どっちでも早く釣ったもん。あ、じゃあ待ちきた。はい、あー、釣れました。さあ、もう一個なんだ。あーん。なぜだ。はい、いただきました。きたー。あー、またサメだったね。はい、時々この難易度組んでも楽しいね。そうね、ちょうどいい、ちょうどいい。なー
生タイムとキリーゴー。おぉこっちー、あ、3名目まだ、ね、みんな待ってるんじゃないですか。君だけだよ。あ、ゆざめくそ。これサメっぽいな。絶対サメだよ。サメな気する、うん、おぉうるさ。おぉ、うまい、うまい、うまい。サラジオー、やりやな。これ協力プレイの頼もん。いや、すごかったもんね。ジュニアか、どんないか、どんないか。14なんだこれ。お前がしたいやレア引きてー。いやでもいいね、ちゃんとレアはレアだね。今までのシリーズで一番苦戦しています。いい角度してる。なんか流れてんの、なんかね、いや、靴とかじゃない。靴だとちょっと嬉しいわ、2足欲しいから。狙いではあるね、ただちょっと向きが。よし、行くぜ。これ全然浮かせないよ。中央ですよ。ここ重いのきて。もっと重い。え、浮きが重い。これちょっと、え、待って、あれ行くら重い。うまい、これバカむずい、これ。シンうまい。よし、あ、ピラニア。うそ、ピラニア。こっちどんどん入れてるよ。ああ、じゃあ次、こっち俺やっちゃうね。はいよ。ちょっと重たいのさ、あ、ちょっと待って、あ、いった。なんだろうな、いぞ。おぉ、うわ、マジで。これちょっとね、見せられないですが、上げてモザイクをかけましょう。せーの、でー、すげー、こんなんいんの。バカでけーじゃん。ブブブブブブってございます。どうりでこんな浮き重いわけだ。これ取れたんですけど、皆さんにはぜひともこれをね、自分の目で確かめてほしいので、5種類ゲットになったけど、これはちょっと隠しておきましょう。はい、ね、いやー、これはいいんじゃない。そろそろ終わる気がしてきたよ。はい、しゃほいよ、バッポン。なんで今するんだろうってタイミングで聞いていい。何、ダーマと恋愛話ってしたことないんだよね。あ、急だな。ぶっちゃけダーマのタイプかもしれない。そう、なんか好きになった人がいるんだよ。女子と絡まないから。それでもさ、あるじゃん、目線いっちゃうぐらいなんか一目惚れしちゃうとかさ。いや、俺ほんと典型的な感じでさ、男子と楽しんでるのが楽しかったから、うん、あんまりそんな感じなかったな。考えたことは、同い年の女子とかではない。推しのアイドル的な人はいる。アイドルを追っかけてるわけでも俺なかったもん。この声優さん好きとかもない。声が好きとかはあるけど、外見とかそういうのも込み込みっていうのはないかな。すごいね。なんだろうね、なんか今後出てくれるといいけどね。でもさ、今さ、同世代の、同年代の子はって言ってたけど、年上はいかん。あの、ダーマってお姉ちゃんがいるじゃん。そうだよね。お姉ちゃんの同級生とか。夢見んなよ。なんで怒られる、怒られる。実際そんなのないからね、マジで。来るには来るけど、いいわ、どうもみたいな感じで。邪悪な感じよ。お前、じゃあお前のお姉ちゃん邪悪なの。邪悪マジでこれ、本当に。これ見てたらどうする。いや、もう覚悟する、俺は。覚悟だ。ってことで来ましたよ。待って、こいつやけに斜めだ。長靴か。長靴か。長靴とレアで終わらせたいね。新キャラか。そうだ、こいつは簡単だろう。ブレが難しいな。はい、来ました。マサ、うまい。うまい。待ちますよ。今、噛み合ったね。うし、うまい。いやー。いや。せーの。あー、こちら、竜宮の使い。え、ってこと、竜宮の使いをまさに出したことにより、はい、全6種類を当てることができましたので、企画終了。やったー。最後の最後で、竜宮の使いっていう、昔から姿が変わってないよっていうね、もうすごい珍しい生物に出会うことができましたね。ちなみに、さっき捕まえたシークレットは、この子より珍しい。ほんと見たことないんじゃん。確かにね。見てこのビジュアル、かっこよすぎだろ。これ多分魚の中で一番長いんじゃない、尻尾伸ばすと。たまーにね、浅瀬にやってきてはニュースになるっていう。そう、そういったね、珍しいお魚。世にも珍しい深海魚かな。お住まいの住所竜宮城だもんね。まあそうだね、確かに。かなりこうレアですよ。皆さん上がりましょう。はい、ちなみに何分入ってました。1時間27分です。うわー、目から出たお風呂釣り部は遊んでみてください。ぜひお願いします。せーの、あー、買ってみて。動画見てくれてありがとう。セガサリー、ツイッター、インスタグラム、やってもな、目指せ登録。